一つの夢が一つの絵本から始まります。今日は皆様にぜひ知っていただきたいことがあって、この動画を作成しております。私は落語家の春風亭小吉と申します。今回皆様に知っていただきたいのは、誰もが楽しめる落語の絵本、ユニバーサルデザイン UD 落語の絵本、これを皆様に知っていただきたいと思っております。これがですね、普段から落語を楽しんでいる方、それ以外にも落語をコミュニケーションや、そういったことに教育に、役立てたい、そういった方にぜひ今回のお話を知っていただきたいと思っております。で、この落語のユニバーサル絵本といいましてもですね、ただ落語を絵本にするだけじゃない、ただそれに点字をつけるだけじゃなくてですね、触って楽しめるものですとか、また 3D プリンターを使って、この触って、あ、こんな形なんだなというようなものがある絵本を作成 しております。例えばですね、古典落語に出てくる長屋ですね。あの長屋って大人でもよくわからないんですね。分かってるようで分かってない。4畳半になって土間があって、共同の便所があって、それで井戸端があって、それをですね 3D にして見て楽しめる、触って楽しめるというようなものを作ろうと思っております。またまんじゅう怖いでも、まんじゅうの中に何があるのかな、触って、確かめてみる、それからまた怖いものですね、ムカデだとかヘビだとか、そういうのを 3D プリンターにして、そうすると学びが深まる、また追体験できるというので、そういった企画を考えました。私がこの本を作ろうと思ったきっかけは、大学4年生の時のことです。いろんなところにボランティアに行きました。高齢者施設はもちろんのこと、医療少年院ですとかホスピス、中に盲学校に行きました。八王子盲学校ですとかね、行って、落語をやった時にですね、やる前に先生に、子どもたち、いろんな子どもがいるから、古典落語はちょっと難しいと感じるかもしれませんねと言われたんですが、やってみたら何のことはないんです。もう大爆笑、今まで受けたことがないぐらいに大爆笑でですね、で、やはりですね、目の不自由な子ども、耳を頼りにしている子どもっていうのは、こう音を聞いてどんな情景なのかな、誰が喋ってるのかな、どういう気持ちなのかなって想像する力が強いんですね。しかも私驚きましたね、こっち向いてこっち向いて紙芝を切るんですけれども、壁の反響の仕方によって演者がどっち向いてるか分かる。中にはですね、先生も、目が不自由な方で、子どもはですね、目も不自由だし、耳も不自由な子どもたちがいたんですね。先生がこの手に文字を書いて僕がやってる落語を伝えようとしてた。もうどうしてどうにかして子どもを楽しませようというので、で、私はそれはもうとても感動した体験でした。で、終わった後ですね、どうだったって言ったら、面白かった、また来てくださいって言われましたね。それで、どうだったって言ったら、声が聞きやすかった。私もその大学の4年生で進路をどうしようかなと思っている時に、そういうふうに声が良かったって、そういう子どもたちに言われた時が、涙が出るほど嬉しくて、また自分がプロの落語家になろうというのに背中を押してもらったような体験でした。それからですね、私その以前から浪人時代から、赤塚不二夫先生が、にゃろめの絵本、触って楽しむ絵本を作られてて、私もぜひ、落語家になったら、そういった落語の、展示、触って楽しめる絵本を作ろうというのが私の夢でした。そして大学を卒業して春風亭昇太に入門し、前座の修行期間が4年間2つ目の修行期間が10年間、2021年に真打ちに昇進いたしまして、私はその間修行中ずっとこの夢を温め続けてきてました。で、今ですね、教養品推進機構の、星川さんですとか、もういろんな方、当事者の方、展示図書館の方、いろんな方にお知恵を、いただいて、大学の先生にもお知恵をいただいて、なんとか今この本が完成しようとしています。
何度も試行錯誤を重ねて本を作っているところでございます。先日日本展示図書館で落語をやりました。でその時言われたのは、落語というのは聞けばわかるんだけれども、本があることによって一緒に楽しめる、それが素晴らしいことなんだということを教えていただきました。この絵本を通じて落語のユニバーサル化、どんな子どもにも楽しんでもらう、誰も取り残さないで、みんなで一緒に楽しめる、そういうきっかけになればいいと、バリアを取り外すきっかけになればいいと思っています。そこで皆様に支援をお願いしたいと思います。この支援金は絵本の制作、それから、盲学校ですとか、展示図書館に、本を寄贈するためにその資金を使わせていただきます。重ねてのお願いではございますが、ぜひ、私の夢、私たちの夢を、ぜひ共有して実現させて、いただきたいと思います。重ねてのお願いでございます。どうかご支援をよろしくお願いします。